夫や妻の収入を書かなきゃいけないのって結構ハードル高いですよね。こんにちは、税理士の馬田志子です。今やですね、共働きの夫婦が増えて、どちらが養うとか養ってもらうっていう感覚自体が薄れてきていると思うんですけれども、まだまだ所得税の計算、住民税の計算の中に、配偶者に対する控除の制度って残ってるんですよね。で、これ、まあ残ってる以上は理解していかないと、まあ税金の計算がうまくできないっていうことで、今日はそのお話をしていこうと思います。配偶者控除、配偶者特別控除って聞いたことがあると思います。今日はですね、夫太郎さん、妻花子さん、太郎さんが納税者、要するにまあ働いて税金を払っている人、花子さんがその配偶者として、まあ扶養に入れるのか入れないのかっていう立ち位置というサンプルに基づいてお話をしていきます。今日はですね、ポイントとして4つの項目に分けていこうと思いますので、こちらご覧ください。で、まず配偶者とは、そして控除対象配偶者とはっていうふうなお話をしていこうかと思っています。税金の計算をする際に、その配偶者っていう位置づけ、これがどういう立場の人なのか、ちょっと曖昧でよくわからないっていう方も多いと思うので、この辺の定義についてもお話をしていきます。そして2番目ですね、配偶者控除の金額って具体的にじゃあどれぐらいなんだろうか、まあ、実際に太郎さんと花子さんの夫婦に基づいてお話をしていこうと思っています。そして3番目です。配偶者特別控除のお話です。配偶者控除と配偶者特別控除って、兄弟みたいなものなんですけれども、ちょっと違うものなので、こちらの線引きというか考え方の違いというのもお話をしていきます。そして4つ目、配偶者特別控除の落とし穴というところに触れていこうと思います。配偶者特別控除って、すごく微妙なラインにいる方々のことを言うんですけれども、その微妙なラインの中にですね、いくつもこのボーダーが含まれています。いろんな控除、いろんな扶養のボーダーラインというのが含まれているので、そこでまあ落とし穴というのを注意事項として挙げていこうと思います。はい、じゃあまず1つ目です。配偶者っていうのは何なんだろう、控除対象配偶者っていうのは何なんだろうというお話をしていきます。そもそも配偶者って誰のことなのっていうことですよね。まあ奥さんのことなの、それとも夫のことも含めていいのかな、それとも内縁の妻とか、そういうのはどうなるのかなっていうところ、まあこの辺ですね、はっきりとした定義っていうのを、まあきちんと説明できる方って意外と少ないのかなというふうに思っています。まずですね、配偶者、民法の規定による配偶者のこと、まあ要するに結婚して婚姻関係にある、その相手のことを言います。なので、ここから外れてくる立ち位置の人はどんな人かっていうと、まあ、内縁関係とかですね、まあ、同性間の婚姻とかですね、こういったものについては、ここで言う配偶者には含まないというふうに考えています。内縁関係の人ってそもそもどんな人っていうかっていうと、絶対的な基準が存在しないんですよね。事実関係のいくつかを満たして総合的に判断されるということになっています。2人の意思だったりとか、社会的な認知だったり、まあ、結婚式を挙げているのかどうかとか、子供を育てているのかどうかとか、それともまあ同居の期間が長いのかどうかっていうようなこと、こういったことでまあ総合的に判断されて、まあ、内縁の妻というふうな言い方をしたりするんですよね。そして、まあ同性同士の結婚とかもありますけれども、ここでいう配偶者には、まあ、内縁の妻とか同性婚の相手とかは含まれないという前提でお話を進めていきます。で、ここまではじゃあ配偶者ってどんな人のことを言うのかっていうことでしたけれども、所得税とか住民税で所得控除の対象になる配偶者控除を受けられる配偶者のことを控除対象配偶者っていうふうに言います。じゃあ控除対象配偶者っていう人はどういう人なのか、ここからがまあ複雑ですけれども、一つ一つ要件を満たしている人ということになりますので見ていきましょう。で、冒頭にも申し上げましたが、夫が太郎さん、妻が花子さんということで、夫である太郎さんが花子さんを、まあ、扶養に入れるっていうような立場にいるという前提でお話をします。で、太郎さんのまず合計所得金額が1000万円以下であること、これが条件になります。太郎さんの合計所得金額ですから、花子さんの収入ではないところでまず1段階目の判定があるんですよね。なので、太郎さんの合計所得金額が1000万円以下であること、
だから太郎さんが1000万円を超える合計所得がある場合には、奥さんがどんなに収入が低かったとしても、花子さんが収入がゼロだったとしても配偶者控除は受けられないということになります。ここで合計所得というふうに言いましたけれども、合計所得金額って何なんだっていうことについては別の動画でお話ししてますので、ぜひそちらの動画をご覧になってご自身のケースに当てはめてみてもらえたらと思います。要するにですね、ここまでの話、太郎さんに1000万円以上の所得があったら、花子さんは103万円の壁とかそういう壁は何もないわけですよね。もう最初からいくら稼いでも、いくら稼がなかったとしても配偶者控除の対象にはならないということになるわけです。ただしここで、社会保険の関係っていうのがありますので、それについては最後に詳しく見ていきますので、どうぞ最後までゆっくり見ていってくださいね。はい、そして要件の2番目です。太郎さんと花子さんが生計をいつにしていることというふうに言います。生計をいつにしているっていう表現、これ結構よく出てくる表現なんですけれども、生計をいつにするってどういうことなのかっていうふうに思ったことある方多いんじゃないかと思います。これはですね、同じ屋根の下に暮らしているっていうことだけではなくて、同じお財布のお金で生活をしているっていう意味なんですね。なので、別居していたとしても、その別居している相手の生活をこちらのお財布から賄っているのであれば、それは生計をいつにしているというふうに言います。ただお財布が一緒だから、お財布が別だからっていう考え方になってね、生計ですね、生活費として賄っているお財布、大元のお財布が一つ同じものであれば、それを生計をいつにしているというふうに言います。例えば大学生なんかで離れたところの大学に通って、学費も生活費も仕送りで送っているという場合には、そのお子さんも生計をいつにしているという括りになるわけです。そのお子さんに別途アルバイトの収入とかがあったら、また話は別になってきますけれども、生計をいつにしているっていうのはそういう感覚だということを覚えておいてください。はい、では3番目の要件です。花子さんの合計所得金額が48万円以下であること。これはね、去年まで38万円以下だったので、気をつけなきゃいけないポイントなんですけれども、花子さんの所得が48万円以下であるっていうことは、パートとかアルバイトでお給料という収入をもらっている場合には、収入金額は103万円というふうになります。ここで出てきましたね、103万円。ここでですね、基礎控除っていうのが今年から48万円になってるから、113万円なんじゃないのっていう疑問を持った方、相当レベル高いです。そういう疑問が生まれる事態ですね、相当レベル高いんです。ただ、今年基礎控除48万円に上がったんですが、給与所得控除の額が減額されたことによって、結局壁は103万円なんですね。なので103万円の収入金額の方が48万円の合計所得金額になるっていう、こういう計算になりますので、ここは間違えないようにしてください。この辺ですね、詳しくは私の別の動画で年末調整のチェックポイント5つに絞ったっていうお話をしてますので、その動画もぜひご覧になっていただけると、基礎控除の増額と給与所得控除の減額の話を詳しくお話しさせていただいてます。はい、では4番目です。花子さんが青色先住者っていう立場でお給料を受け取っていたりとか、または白色申告の先住者っていう立場だったとしますと、この配偶者控除というのは受けられませんので、ご自身に当てはまる場合にはそこのポイントもチェックするようにしてください。はい、ではいよいよですね、大枠2つ目のお話に行こうと思います。配偶者控除の金額は具体的にどれぐらいなのかっていうお話です。例えばですね、配偶者控除、太郎さんの所得に応じて控除額変わってくるんですよね。太郎さんの合計所得が900万円以下の場合には、配偶者控除の金額38万円という満額が取れます。で、太郎さんの合計所得金額が900万円を超えた場合、これは配偶者控除26万円、そして950万円を超えた場合13万円、1000万円を超えた場合ゼロになるっていうふうに段階的に減額してくるということになります。花子さんですね、私の中では割と若くて美しいイメージなんですけれども、もし花子さんが令和2年の12月31日時点で70歳を超えているおばあちゃんだったら、
というケース、この場合ですね、実は配偶者控除の金額が変わってくるんです。今の表で当てはめると900万円以下の場合48万円になりますので、38万円から考えると10万円のアップ、そして900万円を超えたということになりますと32万円6万円アップ、そして950万円を超えていたとすると16万円3万円アップ、1000万円を超えていたとするとゼロということで同じということになります。はい、では大きい3番目ですね、配偶者特別控除の話題に入っていこうと思います。配偶者特別控除っていうのはですね、配偶者控除には当てはまらなかったけれども、ある一定の額までなら控除の対象にまだしてあげるよっていう制度なんですね。配偶者特別控除の金額についてはものすごく細かく設定されているので、ここでは割愛します。国税庁のホームページに詳しく出ているので、そちらに当てはめて考えればいいので、ここでは割愛しますけれども、最高38万円、所得に応じてだんだん下がっていくっていうイメージになります。で、花子さんの収入がですね、103万円を超えてしまったとしても配偶者特別控除なら当てはまるかもしれないよっていうお話なので、ぜひ見逃さないようにしてください。はい、では同じように要件をいきます。配偶者特別控除の要件、まず1つ目、さっきと同じです。太郎さんの合計所得金額が1000万円以下であること、そして2番目、花子さんは次のすべての要件を満たす必要があります。花子さん、太郎さんの民法上の規定による配偶者であるということ、そして花子さん、太郎さんと生計をいつにしているということ、そして花子さん、青色申告専従者として給与を受けていない、または白色申告者の事業専業者でないということ、そして花子さん年間合計所得金額が48万円を超えて133万円以下であること、これが要件になります。で、この合計所得金額を給与の収入額に変えて考えますと、花子さんアルバイトとかパートだったとすると、お給料の収入金額が103万円を超えて201万6千円未満であれば配偶者特別控除を受けられる可能性があるということになります。今の4つの要件ですね、花子さん自身で4つの要件、そして太郎さんの合計所得金額が1000万円以下、そしてもう一つあります、花子さん自身が配偶者特別控除という控除を受けていないこと。これどういうことかというと、花子さんが自分がもらっている給料で夫である太郎さんを配偶者特別控除として控除していないことというのが要件になります。要するに花子さんと太郎さん両方で配偶者特別控除を受けることはできないっていうことなんですよね。妻か夫どちらかでしか配偶者特別控除は受けることができません。はい、では最後4つ目です。配偶者特別控除の落とし穴という話をしていこうと思います。で、配偶者控除であっても配偶者特別控除であっても控除される扶養家族であるという認識で、花子さん側には税金とかかからないよねっていう誤解をしてらっしゃる方が結構いるんですね。ただこれが実は配偶者特別控除の落とし穴なんです。実はですね、配偶者特別控除って花子さんの合計所得が48万円を超えても95万円以下、95万円以下ということは給与収入なら150万円までは配偶者控除と変わらない額の控除を受けられるんですよ。で、控除の額が同じだったら花子さんの取り扱いも同じなんじゃないかっていうふうに考えがちなんですけれども、実はこれ配偶者特別控除、配偶者控除の金額がたまたま同じであったとしても、花子さんがもらっている収入金額は異なるわけですよね。異なるからこそ配偶者特別控除という括りで太郎さんは控除を受けることができている。で、この花子さんが配偶者特別控除の枠にいる、ただし配偶者控除と同じ金額の控除を受けているっていうこの微妙なラインにいるときに、実は誤解が生じやすいんですけれども、花子さんこの金額のあたりだと所得税が自分の税金として課税されてきます。そして住民税も課税されてくるので、翌年の5月か6月ぐらいになると住民税の通知書というのが届きます。あるいはパート先、アルバイト先の会社の方に特別徴収という形で通知書が届いている、そして給料から天引きされているケースもあるわけなんです。
なので今までの103万円の壁を突き破って150万円の給料をもらっていたとすると、所得税も住民税も課税対象になる可能性があるということだけ覚えておいてください。そしてもう一つです。社会保険という問題があります。おそらく扶養に入っている方のほとんどが太郎さんの社会保険、太郎さんの例えば会社勤めであれば会社の健康保険証をもらって、その健康保険証で病院に行ってるかと思います。ただし花子さんの収入が年間130万円を超えると、花子さんは太郎さんの会社の健康保険証を持てなくなるんですね。なので社会保険の扶養から外れるということになります。そうすると花子さんどうすればいいかというと、自分の名前で国民健康保険に加入しなければなりません。もちろん健康保険料も自分で負担しなければならない。それと同時に国民年金の負担も生じてくるということになります。なので、103万円の壁、150万円の壁、130万円の壁なんて言われますけれども、こういったいろんなですねボーダーラインがあるということだけ気をつけながら、扶養になりたい場合にはですね、この辺を計算していったらいいのかなというふうに思います。はい、というわけで今日は配偶者控除、配偶者特別控除の話をしてきました。配偶者特別控除の落とし穴についてもご理解いただけたでしょうか。このチャンネルでは中小企業の経理の担当者の方、あるいは企業間もない経営者の方に向けて、経理の話、税金の話を分かりやすく丁寧にお伝えするよう発信しているチャンネルです。ぜひこの機会にチャンネル登録といいねボタンを2回クリックして帰ってください。税理士宇波敏子、私はブログやツイッターでも税金以外のお話もしておりますので、ぜひそちらもフォローしていただければと思います。それではまた別の動画でお会いしましょう。税理士の宇波敏子でした。